サリニツァ川の戦いは、キエフルーシの諸公が行った、ポロ別族への遠征の過程において、最終的な決戦となった戦闘である。戦闘は1111 11年の3月27日に、サリニツァ川下畔で行われ、キエフ大公スブヤトポルク、チェルニゴフ公、ダビド、ペレアスラブリ公をウラジーミル率いるルーシ諸公軍が、ポロ別族軍を大破した。 ルーシとポロ別族との勢力圏が接して後、ポロ別族がルーシ領に侵攻するのが常であったが、1103年のドロブスキー諸公会議において、ポロ別族への共闘を決めた、ルーシ諸公は同年、史上最初のポロ別族の勢力圏のステップへの遠征を行った。また1107年には、スーラ川沿いのルブヌイ近郊において、ボニャーク、 シャルカンの率いるポロベツ族を破った。また1109年には、キエフのボエボダドミトルイボロビチが、ドネツ川流域のシャルカンのコスイルちゃん、オトロクの勢力圏の遊牧地を攻撃し、荒廃させている。1111 11年2月26日、ルーシ諸公連合軍は、十字架を携えた司祭に、聖果を歌わせながら、シャルカニへ向けて、軍を発した。研究者の説の中には、 これを十字軍的な性質を帯びた遠征であったと述べるものがある。ルーシュの軍勢はドロブスク湖に集結し、スーラ川、ホロール川、プショール川を越え、ドネツ川下藩へと至った。5日間の包囲の後、シャルカには戦わずして降伏した。一方、スグロフには焼き討ちをかけた。なお、シャルカにスグロフは共にポロ別族の藩の中から名付けられた都市である。 3月24日、ドネツ川付近で激しい戦闘となった。そして3月27日の朝、サリニツァ川沿いで二度目の戦闘となった。はじめポロ別族軍はルーシ諸公軍を包囲し、優位に立ったが、それを維持することはできなかった。最終的にはルーシ諸公軍が勝利し、多くの捕虜と戦利品を得た。千百十一年以降、ポロ別側から、 ルーシ領に接近してきたのは、1113年の、キエフ大公スブヤトポルクの死後のみである。ただしこの侵入した、ポロ別族は、大公位を継いだウラジーミルと講和した。一方、ルーシ諸公はその後も何度か、ポロ別族の支配権に遠征を行っている。また、1111 11年の敗戦の後、ポロ別族のうちをトロクとスイルチャンのオルダはより、東方へと退避した。 ABZ, Z, 900, Z, XXAB 中沢、厚尾、一般地位年代記翻訳と注釈、原初年代記への追加記事と山大学人文学部、起用第61号、2014年。P246, 中沢厚尾、一般地位年代記翻訳と注釈、原初年代記への追加記事と山大学人文学部、起用第61号、2014年。 P245-21998-268 ありがとうございます。